たいんですよね。こういうところですね。さあ今度は千葉の逆襲、セバスチャンサイズ、ワンハンドダンク決まりました。これはすごいですね。目の覚めるようなワンハンドダンク。アンドレマレーと、ここはターンオーバーになった。さあアウトナンバーになってセバスチャンサイズのワンダンク。いやすごいですね。昨日もねすごいダンクありましたけどね。ハンドダンク、これはねディフェンスの上からいってますからね。ベンドラメにトガシがついていく。ライアン・ケリーインサイド、ジャクソンブロックされる。すごいっすね。サイズの強力ブロック、そしてギャビン・エドワーズでしたね。いや強烈です。さてジャクソンがダンクに行こうというところ。さあトガシ、トガシ、トガシが行って最後はギャビン・エドワーズ。タイムアウトないですもんね。そうなんですよね。これいられてもタイムアウトありますからね。富樫、富樫のキープ、スリーポイント狙うか。スリーポイント狙って決める。おたけに受ける。すごいとしか言いようがないですね。いやそうですね。いやこれ関野選手すごいいいディフェンス、やすごいディフェンスやってるんですよね。ここでかわして、ここまではスリーポイント 20% だったんですが、トップからのスリーをしっかり沈めています。トガシビハインドザバック、ギャビン・エドワーズ。今のアシストもおしゃれですね。そうですね、はい、スピードでかわすことはできなかったというところだ。とこれでワールドカップスリーポイントが決まりました。これが素晴らしい。あトガシさすがの、はい、いやさすがです。そしてまた決まるところが役者だなという感じがありますが、